それではこちらのお二人に、サーフィンの、インタビューをしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、まずどこから来ましたか？横浜です。横浜、相模原。あ、お二人とも別々で来られたんですね。あ、なるほど、かしこまりました、ありがとうございます。ちなみにサーフィンを始めたきっかけってありますか？私はもともとお父さんがやってて、中学生ぐらいの時にやったんですけど。中学生の頃からやられてる？あ、でも高校時代は一切やってなくて、はい、もう最近また始めた感じなんで、全然もうすごい謙虚ですね。でサーフィンを始めたきっかけとかは、男性のことは？テレビとかなんか見て、なんか始めたいなって趣味欲しいなって思って。最近ですか？あ、また始めた、1ヶ月前ぐらい。いや、でも前から言ってた。あ、まあ、ちょくちょく言ってたけど、最近行くようになったって感じです。本格的に最近行くようになったと、もうとは思えないぐらい肌焼けてますけどね。本当に。ちなみにあのサーフィン歴は、私も全然本当に6月入ってからもうやり始めたんで、本格的には、全然1ヶ月とか。今年の6月からやり始めたという形で、じゃあちょっと1ヶ月間ぐらい本格的にやり始めたという認識で。あ、かしこまりました。ちなみにあのサーフィンをする時のホームポイントとかってありますか？なんだろう、ここでよくサーフィンをするみたいな、ここが俺のホームだみたいな。ここか、本当に1回だけ千葉行ってみたいな。じゃあここの湘南の鵠沼がホームかなと。かっこいいですね。ちなみにどれぐらいの頻度でサーフィンをしていますか？毎週土日。めちゃめちゃかっこいいですね。これ平日は仕事して。はい。はい。はい、すみません。ドギマギさせるような質問をしました。はい。ちなみにこちらあのかなり大事な質問です。サーフィンの好きなところはどこでしょう？なんかできるようになるまで時間がかかるけど、やっぱり乗れた時楽しいなって。それがやっぱなんかやみつきになるっていうか、あ、またやりたいって気持ちになる。もうできるところ、まあ、そのなかなか難しいけど、そのやればやるほどなんかだんだん楽しくできるようになってくるというところですかね。お兄さんも何かありますか？あれだな、旅行行ってやったんだけど、旅行行って一回やってめっちゃ楽しくて、なんだっけ、なんか最近、そのないでしたっけ？どこ、あ、楽しいところ始めたきっかけ。あ、そうです、はい、楽しい。いろんなところでできる。はい、あ、いろんなところでできる。女性のフォローが素晴らしいです。ありがとうございます。はい、ちなみにウェットスーツのブランドは何を使われてますか？全然わかんない。全然わかんない。あ、そのブックオフで安いやつ買って。なるほど。ブックオフで安いやつを買って、もうそれ一番コスパ最強です。コスパ最強です。ちなみに好きなサーフブランドとかも、そしたらそんなに。全然わかんない。あ、全然ブランドとかはそんなにっていう形ですかね。はい、それではですね、おすすめのサーフミュージックってありますか？あー、サーフィンって言ったらこの曲でしょみたいな。あ、なんかあったよね。でも、あ、でも私はもともとなんかお父さんとお母さんが、あの、あれ、ビーチボーイズ、ビーチボーイズ、はい、ビーチボーイズが好きで、その、あのビーチボーイズのココモっていう曲をよく家で聴いてます。ビーチボーイズのココモっていう歌、よく聴いて。なるほど、サーフミュージックといえばビーチボーイズのココモ。お兄さんは何かありますか？アボカドトースト。アボカドトースト。いや、全然サーフィンの歌じゃないんですけど、はい、私たちの中で、あの、初めてやったのがハワイでサーフィンやったんです、旅行行った時に。はい、その時に聴いてたから、なんか
思い出のあるイタリアン、アボカドトーストっていう歌なんですけど詳しくない思い出の1曲アボカドトーストということでですね、まあ、本当に人それぞれです。本当にありがとうございます。はい、ちなみにおすすめのサーフ飯ってあります？サーフィン系な飲食店っていうんですかね。あーサーフィン系なご飯、パシフィックドライブインとか。パシフィックドライブイン、七里ヶ浜にある。あ、なるほど。七里ヶ浜にパシフィックドライブイン。ちなみにおすすめのなんかその料理ってあります？その私が食べたのはガーリックシュリンプ、美味しかった。ガーリックシュリンプ、あ、なるほど。サーフィンとガーリックシュリンプいいですね。はい、それではプロサーファーで知っている人とかっていらっしゃいますか？テラスハウスに出てた、うん、ガイクガイク、はい、佐藤ガイ。あ、そうです。あと、うん、あ、レオ、あ、そう、テラハウス、レオさん、テラハに出てる人知ってます。あ、なるほど、テラスハウスやっぱすごいですね。はい、じゃあ最後になんですけど、これ一番大事で、サーフィンで失敗した思い出はありますか？邪魔しちゃって、あ、なんか最初は本当にルールとかも分からずに趣味で始めて、うん、でなんかこう多分このタイミングで乗ったら誰のが優先みたいなあると思うんですけど、それが最初分かんなくて、うん、で邪魔しちゃって、上手い人のやつ邪魔しちゃって、はい、すみませんみたいな、失敗かなって。本当サーフィンあるあるですね。あれに関しては本当怖いんですよね。本当にありがとうございます。はい、それではですね、今回こちらね、サーフィン、海を海の良さをいいところ、あとサーフィンを広めるっていうね、そういう趣旨で行われたインタビューでございました。ぜひともね、これからも波に乗り続けて、はい、みんなでちょっと海を広めていきましょう、はい、よろしくお願いします。でこちらお二方でございました。ありがとうございます。ありがとうございました。